随法寺公園は兵庫県神戸市北区の有馬温泉郷にある都市公園。温泉街の最高部に位置する紅葉の名所として知られている。明治初期に廃寺になった大幕州随法寺の跡地を神戸市が1951年に公園として整備した。歴史的には豊臣秀吉も有馬をたびたび訪れていた。 秀吉がいくら見ても飽きないなどと随法寺の紅葉を機に行ったという古事から、この地の紅葉には、日暮らしのには、金州国の別称がある。また秀吉が囲碁を打ったとされる石の五番も、公園内に残されている。旧随法寺の山門は、1868年に京都の伏見桃山城から移築されたもので、1976年に神戸市によって保存修復されている。 公園内には、小倉百人一首にも読まれている和歌、有馬山著名の笹原風吹けばいでそうよう人を忘れやわ、するのか否がある。また、毎年11月2日3日には、有馬大茶会が公園内で開かれる。随法寺公園兵庫県観光情報サイト兵庫、ツーリズムガイド、随法寺公園神戸公式観光サイトフィールコベ神戸新聞ネクスト総合、紅葉めでたい子を忍び、 大茶会神戸、有馬温泉。ありがとうございます。